でも、そんなみんなやるべきだよね。だって俺たちが別に余裕があってやれてるわけじゃないからさ。まあまあもちろん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 ね。まあね、何をしたいかだよね、うん、そうやってちゃんとリサーチをして、ちゃんと物語を書いて、ちゃんと日本と台湾の交流にもつながってっていう、まあどこまで何をしたいかだと思うんですけど、まあ今回でも川野くんここにわざわざ来てくれて嬉しいです。いや本当ありがとうございます。いいっすね、ごりさん、いいっすねしか言えないです。台湾、まあ米東もそうだけど、初台湾でしょ。初台湾です。そのなんか、まあ昨日もね、一日いろんな人と会いましたけど、なんか日本とあんまりちょっと変わらないみたいな、そのまあファミリーマートがあるし、セブンイレブンがあるし、街の作りとかもね、やっぱ台北なんかは特に街だから、どうですか、初台湾。あ、でも、なんでしょう、まずはもうバイクには驚きましたけど、バイクで原付き。原付きスクーターがもう暴走族のように走ってますね。そう、すごいけど、でも、なんだろう、あ、でもさっきも同じことになっちゃうけど、やっぱりこう、なんだろう、みんなポジティブ、みんなポジティブだし、みんな明るいし、そしてなんかやろうやろうという空気、なんかそういうのはなんか一番感じてますね。